アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、敵地で行われたブルージェイズ戦に、2番指名打者として先発出場。大谷選手は3打数1安打1得点、2つのフォアボールという結果で、4試合連続のヒットをマーク。エンゼルスは、延長10回までもつれ込んだ熱戦を、3対2で勝利して、連敗を2で止めることに成功しました。この試合のブルージェイズの先発は、右投げのベリオス投手。大谷選手は、昨年5月29日に、本拠地のエンゼルスタジアムで、ベリオス投手と対戦して、2打席連続のホームランを打つなど、通算16打数7安打、打率4割3分8厘、3本のホームラン6打点と、抜群の相性を誇っています。そのため今日の試合でも、MVP を獲得した2021年以来となる2度目の40号ホームランが期待されました。初回、ノーアウト1塁という場面で回ってきた第1打席は、2ストライクからの2球目。ベリオス投手が投げた外角低めのチェンジアップにバットを合わせましたが、平凡なレフトフライに倒れました。3回の先頭打者として回ってきた2打席目は、1ストライクから、ベリオス投手が投げた2球目の外角のチェンジアップを大谷選手はうまく振り抜きます。打球は痛烈なライナーとなり、レフト前へのヒットとなりました。ワンアウト後、ヒットとデッドボールで3塁に進むと、レンフロー選手がセンターへ犠牲フライを打って、大谷選手が先制のホームを踏みました。エンゼルスが1対0と1点をリードした4回表、2アウトからデンヒーフォ選手がツーベースヒットで出塁。ツーアウトランナー二塁という追加点を挙げる絶好のチャンスの場面で、大谷選手にこの試合3度目の打席が回ってきましたが、ここでブルージェイズのベンチは申告敬遠を選択。大谷選手は打席に入ることなく一塁へと向かっていきました。今回のエンゼルスとブルージェイズとの3連戦で3回目となる大谷選手への申告敬遠に、敵地の球場のファンからもブーイングが上がるという異様な雰囲気に。1対1の同点で迎えた9回ワンアウト1塁という場面で回ってきた第4打席では、大谷選手が打席に入っている時に、相手の投手のワイルドピッチで1塁走者が2塁に進んで1塁が空きました。そのためブルージェイズベンチはまたも大谷選手の申告敬遠を選択。この日2つ目となる大谷選手への申告敬遠に、またもや場内が騒然となりました。もはや1塁が空いていれば、大谷選手への申告敬遠は当たり前となってきました。これで、2試合連続の1試合2つの申告敬遠で、これで、大谷選手の今シーズンの申告敬遠は12個となり、この数は、ガーディアンズのラミレス選手に並んで、両リーグ最多タイ記録に。試合は、延長10回の表、ワンアウト3塁という場面で、エンゼルスのレンフロー選手がレフトスタンドに、勝ち越しとなる17号ツーランホームランを打ちました。ブルージェイズとの3連戦はここまで、得点圏で27打数ノーヒットと、あと1本が出なかったエンゼルスでしたが、唯一のヒットが、とても貴重な勝ち越しのホームランとなりました。10回の裏は、9回からイニングまたぎで続投した、守護神のエステベス投手が、ブルージェイズ打線の反撃を、1失点に抑えて逃げ切りに成功。3連敗すれば、ワイルドカードのポストシーズン圏内まで、6ゲーム差をつけられてしまう状況だっただけに、エンゼルスにとって、本当に大きい1勝となりました。この試合後、アメリカのスポーツ番組に出演した野球評論家は、エンゼルスの大谷翔平は、ブルージェイズとの3連戦で、4つもの申告敬遠で歩かされてしまった。でも、この先も、この傾向は続くと思うよ。特に、エンゼルスと同じ、アメリカンリーグの西地区の宿敵である、レンジャーズやアストロズ、マリナーズはもちろんのこと。これらのチーム以外でもポストシーズン進出を、エンゼルスと争っているチームは、そう簡単には、大谷と勝負をしないことが予想される。現在、手の骨折によって離脱している主砲のトラウトが戻るまでは、大谷への徹底したマークは続くと思うよ。今回のエンゼルスとブルージェイズの3連戦の初戦で、大谷がホームランを打った直後に、
ブルージェイズのチャップマンがシュナイダー監督に、なんで大谷と勝負したんだ、エンゼルスはあいつしか打てるやつはいないんだと激しい言葉を浴びせたのが話題になったよね。その発言の翌日からブルージェイズは大谷に対して4つ申告敬遠して、その策が見事にはまった。3連戦の最後の試合だけはエンゼルスが勝ったとはいえ、エンゼルスの打線は得点圏でことごとくチャンスを逸していたからね。エンゼルスの次の相手は現時点でメジャー最高勝率を誇るブレーブス。今回のブルージェイズとの3連戦のように得点圏で打てなければ、さらに厳しい戦いを強いられるだろう。大谷は2014年以降で2試合連続で複数回敬遠された初めてのメジャーの選手となった。さらにメジャーリーグの歴史上2試合連続で今回の大谷の4つよりも多くの敬遠を受けたのはロジャー・マリス、アンドレ・ドーソン、チリ・デイビス、そしてバリー・ボンズという歴史に残る強打者たちだけなんだ。2021年以降の最多の敬遠はエンゼルスの大谷翔平の46回で、続いてガーディアンズのホセ・ラミレスの42回、パドレスのファン・ソトの37回、ドジャースのフレディ・フリーマンの34回、フィリーズのブライス・ハーパーの27回、そしてヤンキースのアーロン・ジャッジの25回と続いている。大谷は敬遠の数でもすでにメジャーの歴史の中で傑出した選手になっているんだよ。大谷はすでに全盛期のバリー・ボンズのような扱いを受けている。バリー・ボンズはメジャー記録の通算2558個のフォアボール、688個の敬遠を受けていて、特に2004年のシーズンはメジャーのシーズン記録となる232個のフォアボール、120個の敬遠をマークしている。バリー・ボンズは満塁の場面で敬遠されたという伝説があるけど、大谷にも今後同じようなことが起きても何ら不思議ではないよ。大谷は現在ホームラン、三塁打、フォアボール、出塁率、長打率、OPS の打撃6部門でアメリカンリーグのトップを走っている。だから、ブルージェイズのベンチが大谷との真剣勝負を避けて申告敬遠を選ぶのは仕方がないという意見もあるかもしれない。でも、私はその意見には同意できない。私は今回のブルージェイズの判断はスポーツマンシップに反するもので、彼らは大谷の存在を全く尊重していないと思っている。申告敬遠を連発するというブルージェイズのこうした判断は野球界全体に悪影響を及ぼしてしまう。大谷の素晴らしい才能を全世界の子供たちに見てもらうためには公正な試合環境が必要なんだ。ブルージェイズのベンチは大谷と正々堂々と勝負することを拒否した。これは全く受け入れられない判断だと、アメリカの野球界全体がこの事実を認識しなければならない。メジャーリーグでは今シーズンからピッチクロックや投手の牽制の回数の制限など大幅なルール変更をした。これらは試合時間を短くすることが大きな目的だけど、申告敬遠のルール変更も検討してもらいたい。申告敬遠を1試合1人の選手につき1回までにするとか、打者1人への申告敬遠数に制限を設けるとか、1人の選手への連続の申告敬遠は禁止にするとか、申告敬遠を完全に廃止しろとは言わないけど、何らかの制限はかけるべきだと思う。チームが申告敬遠を連発することでメジャーの試合が面白くなくなっているのは事実だからね。ファンは投手と打者のバチバチの勝負が見たいんだよ。エンゼルスはこの後ナショナルリーグの首位にいて、現在メジャー最高勝率を誇っているブレーブスとの戦いを皮切りに、エンゼルスと同じアメリカンリーグの西地区で4位のマリナーズ、ナショナルリーグの西地区で2位のジャイアンツ、アメリカンリーグの西地区で2位のアストロズ、そしてアメリカンリーグの西地区で首位のレンジャーズという強豪チームとの連戦になる。これらのチームはみんな優勝やポストシーズン進出を目指しているから、大谷はブルージェイズ戦と同様に勝負してもらえないケースが増えるだろう。大谷の後の打者がどうカバーするかがエンゼルスが勝つための最大のポイントだと思うよと話していました。
ブルージェイズ戦後に取材に応じた。この試合で勝ち越しとなるツーランホームランを打った。ハンター・レンフロー選手は、ブルージェイズがショウヘイに対して申告敬遠を連発したことは、ブルージェイズのベンチが試合に勝つために必要なことをしただけだと思うよ。だってショウヘイは信じられないほどの選手だからね。ショウヘイと勝負するか、もしくは彼を避けてミッキー・モニアックと勝負するか。ブルージェイズは試合に勝つためにやらなきゃいけないことをしただけなんだよ。相手の気持ちはもちろん理解できる。それだけショウヘイが警戒されているという証拠だからね。ブルージェイズのチャップマンが自分のチームの監督になぜ勝負したんだ、打てるのはあいつだけだろと発言したことも知っている。誰もが同じ意見だと思うよと話していました。大谷選手との勝負を避けられる場面が多く続くことが予想される中で、大谷選手に続く打者がどこまで援護ができるか。それがエンゼルスがポストシーズンに進出するために一番重要なこととなりそうですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。